どうもこんにちは、オクテットメンズアクションチャンネルのムニです。今日もですね、金曜日になりましたので、ムニでの話し方をやっていこうかなと思います。今週はですね、茶色をうまくこなしてみようということでね、フォーカスしてやっていこうかなと思います。オクテットチャンネル。茶色っていう、色カラーですね、好きなんですけど、やっぱ茶色は結構難しいなとも自分自身も結構思うアイテムではあります。いわゆるファッション初心者といいますか、こう入りたての方に勧める色では正直ないのかなと思う。茶とかっていうのはやっぱりいろんな茶色があるからこそ非常に奥行きがあるというかね、奥深い世界なんじゃないかなと思います。はい、ただね、この茶色って色はすごくクラシックな色でもありますよね。茶をマスターするとね、すごくこれは渋みがあって非常になんかかっこいいと言いますか、やっぱりこうおしゃれのレベルが非常に上がるのかなと思います。あえてこのちょっとね、難しい茶色っていう色に、トライしてもらえると、この色の調子の合わせ方とかはすごく上手になるのかなと思うので、今日はね、そのあたりをちょっと僕なりに意外と難しいかなって思うような茶色を持ってきたので、コーディネートを紹介していこうかなと思います。使うアイテムだけ、まず茶のニット、はい、それから茶のパンツ、ちょっとレンガ色っぽい茶色ですね。で、この茶のコーデュロイのジャケット、それから茶のスーツという感じで、今日は4つの茶色のアイテムを使ってやっていこうかなと思います。それではね、早速やっていきます。ということで、まず最初はですね、もう今僕が着ている、コーディネートスタイルになります。まず、この茶色っていうものをね、合わせるときにブルー系はね、やっぱり入れてほしいなと思います。古くからね、ずっとこうやっぱり親しまれてる合わせ方が茶とブルーになります。で、今日の僕のスタイルで言えばこんな感じで、茶色のね、ダークブラウンのニットに対して割と、濃いめの、これはインディゴの、いわゆるデニムジャケットですね、 G ジャンです、はい、それに、ちょっとアイボリー系のパンツを合わせて、同じくダークブラウンの着火物っていう、こんなスタイル、これがサイド合わせてあげた方が非常にやりやすいかなと思います。茶色のこう難しいなって思われるところっていうのは、やっぱり茶がゆえにね、ちょっと枯れた雰囲気とか、それがかっこいいんですけど、やっぱりそれがなんかこうじじくさくなりやすいと言いますかね、やっぱこう色気のある感じって結構難しいじゃないですか。シンプルにGジャンとかで合わせてあげても非常になんていうのかな、こなれてますよね、はい、確かにこれめちゃくちゃ艶っぽいスタイルかって言われたらそんなことは決してないかなと思うんですけど、すごくバランスよく収まってるかなと思います。ということでね、まずはこんな感じでカジュアルにGジャンを合わせましたけど、まずはこの茶とブルーっていう合わせをね、覚えててほしいかなと思います。ということでね、次は茶のパンツでございますね、ベルウィッチのコットンパンツになります。で、茶なんですけど、テラコッタっていう色にですかね、これは赤みがかったレンガっぽいような色の、茶色です。次はね、茶の合わせ方として白を持ってくるっていうのもやっぱりすごく大切だと思います。この茶のパンツに対してジャケットもちょっとブラウン系の色を持ってきました、あえてですね。で、ここに対してじゃあインナーを何にするのかっていうところで、同じく茶系とか合わすのはなくはないですけど、非常に難しいと思います。で、黒とかネイビー系も悪くないと思うんですけど、こうやってやっぱり白を入れると土っぽさっていうのが中和されるっていうのがすごく大切かなと思います。ちなみに足元は、僕はあんまりこういう時は外しとかを基本的にはせずにですね、同じような色味のを今回はプレデビンのタッセルで合わせてます。はい、願わくばこんな感じで、ソックスを履く場合もソックスまで茶とかにしてあげると非常に洒落てるのかなと思います。茶色に白合わせておけば土臭い感じっていうのがかなり中和される。この白のニットだったりとか、これを白のシャツにしてみたりだとか、やっぱりそれだけで全然こう雰囲気が変わります。一気にこう爽やかな印象もなりますし、そのある意味ミックスした感じもすごく洒落てますよね、はい、なので白ってやっぱりすごく万能なんですよ。
この茶をうまくこなしたい時なんかは白をね思い切ってこう使ってみると茶のジャケットだろうがパンツだろうがすごくやりやすいと思います。それではね次は茶の、まあ、あのコーデュロイのジャケットですね、あれをまたちょっと別の色を使って、コーディネートしてみたいと思います。それではね次は、3着目、まあ、ブラウンのジャケットでございます。ガリスのコーデュロイのジャケットですね、まあ、テーラードなんですけどフレンチワークな雰囲気もかなり盛り込まれてる、そういったジャケットになります。これがまあ一番このブラウンっていう今回のアイテムの中では一般的なブラウンっていう色じゃないかなと思います。すごく潔くこの茶のジャケットを全部黒のアイテムで合わせました。黒っていう色を合わせることでこの茶色のジャケットっていうのを少しツヤっぽくしてみたかったんですよね。クラシックな要素っていうのが結構盛り込まれてるんでこのジャケットをまあトラディショナルにね、コテコテに合わせるのもやっぱり一つだと思います。黒をね持ってくるとやっぱり締まるんですよね。白はちょっと柔らかい雰囲気になるんですけど黒はちょっとこう締まったストイックな雰囲気が出せます。ジャケット以外を黒にしてあげて、まあ、ある意味ジャケットも際立つし、はい、他はすごく締まって見えるしっていうねそのバランス感っていうのが、まあ、今回のスタイルの売りじゃないかなと思います。靴は基本全部茶にします。はい、まあ、ベージュ系とかだったらちょっとベージュ使ったりとかでもダーブラーは基本的にダークブラウンとかで合わせたり、まあ、基本的にはできる限りこの茶の調子を合わせようとするんですよね。でも例外はいくつかあって、まあ、例えばこんな感じですよね、はい、黒のこうデニムとかを持ってきた時なんかにはそっちに合わせた方がなんか全体の統一感がシュッとするのかなとも思うので、まあ、茶靴行くこともあるんですけど大体こういう時は黒で統一しますということでね、最後はですね、茶のスーツ、これをちょっと着てみようと思います。ということでね、最後は4着目茶色のスーツでございます。白のシャツに、ボルドーのネクタイをして、そしてチーフの色もこのネクタイとちょっと合わせるような感じでまとめております。この茶色の、スーツの、まあ、実は柄に合わせてるんですね。赤いボルドーチックな色がこれ実は入っております。このスタイルに関してはこう茶を合わせる時の、まあ、非常になんか分かりやすいハウトゥーっぽくはないと思うんですけれども、まあけど一つね、ヒントとしてはやっぱりこう柄物である場合は柄をしっかり見るっていうのはすごく大事かなと思います。この柄の赤とこのボルドーあめっちゃ合ってるんですよ。その辺の色合わせとかはできる限りやっぱ丁寧にやった方がやっぱりいいなというふうに思います。こんな感じで、まあ、ちょっとこう柄物の合わせっていうところを、今回は茶のスーツを使ってやりましたけれども、そのようにね、柄の色を拾うっていうのも一つ、まあ、これは茶に限らずですね、全部そうだと思います。今日はこんな感じで、まあ、茶色をうまくねこなしてみようということで、まあ、茶のアイテム、ニット、それからパンツ、ジャケット、最後スーツという感じで4つね持ってきて、まあ、ちょっとスタイルをねいろいろとお見せしましたけども、まあ、茶色のまずはこの色味をね、しっかりとこう見るっていうのは大事かなと思います。それがちょっと赤みがかってるのかもしくはちょっとこうグレーが入ってるような色なのかとかね、その辺でも相性のいい色はちょっとやっぱちょっとずつ変わってきますし、あとは、さっきねお話した大きな3つ、はい、まあ柄も含めて4つですか、まずこうブルー系と合わせてあげるとすごくいいと思いますし、ちょっと和らげるなら白だし、艶っぽさ出すなら黒を使ってみるのも一つだし、あと柄物はやっぱり柄を拾うっていうのがすごく鉄則、まずはベタかなと思います。ぜひねこのあたりをちょっと抑えておいた上である程度こうベーシック揃ってきたなっていう方は次ね茶色っていうアイテムにもぜひ、ね、挑戦していただきたいなと思います。僕たちのチャンネルはこんな感じで毎日8時に動画を更新してます。ぜひですね、チャンネル登録、それから高評価、あとは通知オンですね、こちらもよろしくお願いします。はい、あとですね、こんな感じで毎日こう企画をね、ほぼ考えていますので、ぜひですねコメントなどで、まあ、何かこう企画のヒントだったりとか、まあ、もしくはこう参考になりましたでもねすごく嬉しいので、ください、よろしくお願いします。というわけでムンでした。バイバイ。